カービング、スキーズカービングスキーは、カービングターンが容易に行えるように1990年代に開発されたアルペンスキー用のスキー板。カービングとは、削る、切るの意。従来のスキー板に比べ、側面を構成する円弧がきつく、滑走時の回転半径を小さくできる。スノーボードがスキー板に比べて強いサイドカーブを持っていたことをヒントに開発された。 スキー板のトップとテールの幅が広く、センターは狭めに作られているため、スキー板を切面に対して傾けることにより、外力によって板がたわみ、エッジが静止時のサイドカーブよりさらに小さい円弧を描いて、切面に食い込むことで、実用的なターンが実現される。おおむね、サイドカーブが R20 未満のものがカービングスキーと分類される。 カービングスキー登場前のアルペンスキー板のサイドカーブは R40 以上となだらかな円弧を描いていたため実用的なターンを行う場合には多くの場合はスキー板のテールを横に滑らせて方向を変える必要があった横滑りによる摩擦は制動力となるためカービングによるターンが一般的となった現代のアルペン競技特に一般競技者や中 上級者のスピードアップには著しいものがある。これまでのスキー板は高い速度での安定性を確保するため長めであったがターン時のスピードアップに伴い以前と比べて10センチメートル20センチメートル近く板が短くなった。カービングスキーの元祖は1992年にオーストリアのスキーメーカーであるクナイスルが発売したエルゴと言われている。 本来は、レーサーのトレーニング用やお遊び用の、セカンドスキー的な扱いであったが、1999年頃から、スラロームタイプのカービングスキーが発売されたことで、シェアを拡大していった。一般スキーヤーへのカービングスキーの普及も1990年代末に、始まったが、当初は、グラマースキー、ニューコンセプトスキーなどとも呼ばれていた。1999 2000年シーズンにはカービングスキーという故障は定着し、翌2001年の調査ではそれまでの普通のスキー板を利用する割合が24.1%に対してカービングスキーの割合は19.6%と、拮抗、翌年には逆転し市場の主流となった。現在では製造されているスキー板のすべてがカービングスキーであり、テニスラケットや ゴルフクラブと同様、用具の進化によって、プレイヤー側の技術に大幅な変化が起こっている。また、現在進行形では、これと同じ状況が、ランニングシューズにおいても見られる。通常のカービングスキーよりもセンターを幅広にした、ものを、ファットスキーと呼ぶ。センターを幅広にすると面圧が下がって浮力が増し、オフピステの上を滑りやすくなる。旧来より、 ヘリスキー用として存在していたが、当時のスキーの主流であった緩いサイドカーブと、新設での用途に限られた幅広のシェープゆえに、日本に輸入される数はごく少数だった。その後、カービングスキーの普及に伴いその技術が、フィードバックされ、見行きのみならずあらゆる斜面での汎用性が注目され、現在では、メーカーの主要カテゴリーの一つとして定着する。 山岳スキーなどではこのファットスキーを使う愛好家も多い。逆にセンターが極端に幅狭な場合、斜面でのエッジの機きが悪くなりドライバースするときなどに滑落の危険がある。ありがとうございます。